ただいまから予算委員会公聴会を開会いたします。本日は令和2年度一般会計予算、令和2年度特別会計予算及び令和2年度政府関係機関予算につきまして、6名の公実人の方々から順次項目別にご意見をお伺いしたいと存じます。この際、公実人の方々に一言ご挨拶を申し上げます。本日はご多忙中のところ、本委員会にご出席をいただき、誠にありがとうございます。委員会を代表いたしまして、厚くお礼を申し上げます。本日は令和2年度総予算3案につきまして、皆様から忌憚のないご意見を拝聴し、今後の審査の参考にしたいと存じますので、よろしくお願いいたします。次に会議の進め方について申し上げます。まずお一人15分程度でご意見をお述べいただき、その後、委員の質疑にお答えいただきたいと存じます。なお、ご発言は着席のままで結構です。それでは、公衆衛生新型コロナウイルス対応について、公実人、独立行政法人地域医療機能推進機構理事長、尾身茂君及び特定非営利活動法人医療ガバナンス研究所理事長、上正弘君から順次ご意見を伺います。まず、尾身公実人にお願いいたします。尾身公